宅配業者ですね、ちょっと。ハロウィンのかぼちゃが白骨化したんだと思います。はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、新しい社会には慣れましたでしょうか？はい、ちょっと新入社員、新学期、いろいろ新しい社会になってるんですけども、こちらにもちょっと新しい社会が誕生してます。マリオ全自動化社会ということで、クリア率は 52% のコースをやっていきます。もうマリオ全自動化社会って多分、なんか人工知能に占領されてしまった人間界ですね、これは。はい、完全に、もうこの全自動マリオが全てをやってしまうという社会でしょう。で、やっぱり全自動っていうことなんで、何もしなくて大丈夫ですね。はい、行きましょう。ちょっとここは、流れ作業なんで多分トヨタの工場でしょう。で、なんかケーキ被って、はい。としか言いようがないですね、ちょっと。はい、多分さっきのコースは、人間なんていらなかったんですよっていうのを、なんか教えてくれたんですね、多分。はい、というわけで続いてこちら行きましょう。頂上見えぬ試練の砦、再びということで、クリア率は 16.24% ですね。はい、上画面のちょっとサムネがごちゃごちゃになってますね。もうちょっと片付けした方がいいような感じで散らばってましたけど、行きましょう。こちらはですね、パート2の時に、ちょっと一回やったと思うんですけど、その、なんかパート2的な感じの、はい、コースです。同じ人が作ってくれました。で、相変わらず右に、蓄音機が整列してますね、これは。大音量で流されたら困るんで、これはさっさと行きましょう。はい、来ました。あ、これ左上にある骸骨はですね、多分ハロウィンのかぼちゃが白骨化したんだと思います。誰にも、食べられないまんま終わってしまったハロウィンのかぼちゃという、まあ、悲しすぎるやつなんで、あれは。はい、もう去っていきましょう。で、ここは、あ、わかりました。上からちょっとノコノコがポトって落とされましたね。カトリマットとか置いてやったんでしょうか、多分。ちょっと、ほんでポトって落ちてくるんで、これ絶対カトリマットの効果ですね。はい、行きましょう。よし。で、これを、あ、これ多分左か右にちょっとノコノコやると思うんですけど、ちょっとうまいこといけませんね、これ。一個とりあえずこう来まして、どう行きましょう。こう来て、んで、あ、右が OK です。で、左は、あ、OK です。やりました。海ぶどうが出てきましたね、また。というわけで、これをの、来ました。マリオに初恋しているキラーがいるんで、これを避けていきましょう。OK です。マリオ完全に振るんで。で、こちらは、お、キノコがいっぱい出てきますね、ここは。食料自給率がちょっと高い場所がありますけど、ちょっとここをずっと置いとけば食料には困らないです。でもマリオはもう冒険しないといけないんで上行きましょう。ちょっと面白いですね、ここはやっぱり。まだ頂上が見えていないという。で、お、ここはゼンマイ仕掛けのリフトですね。はい、来ました。これは多分ゼンマイ侍が動かしてるんだと思います。で、ここは、こう、OK です。じゃあ頭が危なかったですけど、やりました。こうぐるっと回っていく感じでしたね、あそこは。で、ここは扉入ってみましょうか。あ、多分、これは進んでないように見えて実は進んでいるというやつですね、また。はい、そういうやつでしょう。で、このパワーブロックなんでしょう。なんか上側で、ボム兵が思いっきり飛んでいって爆発するっていう、これ多分受験生の心ですね、ちょっと。あまりにも受験が嫌すぎて、もう飛び跳ねて爆発してしまうという。はい。これは思春期ならではの、なんか感情的な感じになってますけど。で、わかりました。これ右のジャンプ台のブロックを爆発して、このジャンプ台をここに落とすという感じでしょう、多分。ということは、これを、はい、OK です。だるま落としですね、これは。これだ、なんか粗大ゴミみたいになってますけど、パウブロックが。OK です。やりました。で、こっちに持ってきて、上行くという感じですね。OK です。さて、このパウブロック、在庫ですね、絶対。もうこんだけ在庫余ったらもう企業破綻しますけど。さてと、じゃあ次は、あ、OK です。これコインのあるところがもしかして隠しになっているとか、いうことですね。OK です。もうチョコレートどんどん出してくるね、これ。もう一口チョコレートですね、これは。もうここに彼女呼んだらバレンタイン成功です、もう完全に。さて、
続いてはこれ振り子の授業をやってますね、キノコが。これ取っていきましょう。俺物理嫌いなんで。で、ここは3つあるということは絶対3つとも使うんですよね。じゃあ上に投げるしかないですね、とりあえず。とりあえず上に投げて、次どうすればいいんだ。また上ですかね。OK です。完全に上のやつ迷惑かってますけど、ちょっと下のやつどけよって思ってますね、絶対。もうジャンプ台が生きていたならっていう。さて、で、OK です、やりました。マリオを胴上げしてくれるんですね。はい、ただしてくれる人がいないんで物にしてもらうという悲しいやつです、これは。今のキノコ取らない方が良かったですね。で、このパワーブロック、え、待ってくださいね。今2つに分裂しましたね、このパワーブロック。上に投げる、上に、何だったんでしょう。え、あ、上から追ってきてるんですね、これ。なるほど、そういうことか。で、あ、置いて、なるほど、置いて積み重ねていくという。これ宅配業者ですね、ちょっと。もうこうやって宅配の荷物をどんどん積み重ねていきまして、で、この土管に入れるようにするということでしょう。OK です。で、下がヒントになってたっていうことですね。面白い仕掛けです。で、これは何でしょう。なんかすんごい女の子の浮き輪がいっぱいありますけど、これマリオ行っちゃダメな領域ですね、絶対。こんな、もうちょっと、うわ、え、あ、これテレサだったんですね。あ、テレサの浮き輪だったんですね、これは。ちょっと実はメスだったという説ですね、これは。なるほど。で、これテレサ邪魔なんで、とりあえず右に行きましょう。あの、下のヨッシーは多分、あの、この浮き輪見たくないけど見てしまって、ちょっと、あ、どうしていいかわからなくなってはしゃいでますね、ちょっと。もう見ちゃった見ちゃったっていう感じです。で、こう上からこうやって行けば OK でしたね。はい、特に気にすることもなく余裕で行けます。で、この女の子の水着を奪うことはしません、さすがに。ちょ、奪ったら犯罪になるんで、僕はこうやって行きます。上側無理か、無理ですね。じゃあ行きましょう、右側、こっちが正解です。で、帰りましょうかすいません、行きます。ビビっちゃダメですね。絶対にビビっちゃダメだ。行きましょう。もうここは、もう白骨化のハロウィンのカボチャの仇を取りましょう。多分このクッパジュニアが全てのハロウィンのカボチャを白骨化していったんだと思うんで、もうそれ食べ物を粗末にする人は、お仕置きしましょう。さて、行きました。で、次、危ない。ヨッシーも一緒なんで、これ。もうヨッシーなんて特に食べ物に関しては、もう絶対に恨み晴らす人なんで、絶対にこれは勝ちますね。OK です。もうヨッシー、ハロウィンのカボチャ食べたくて食べたくて、もう欲求不満なん、やばい。やってしまいましたね。ちょっと戻ります。あの、なぜ戻ったかと言いますと、ここにですね、これがあったんですよ。で、何気にまた復活しちゃったっていう。ただもう一回倒したので、あの、もう二回目は負けてあげましょう。なんでこんな上から目線なんでしょうね、このマリオ。まあいいでしょう、行きましょう。とりあえずここは、なんか前回も見たことのあるような光景ですけど、こういうところ羽とかないですかね。あ、絶対これフラワーなんですね。まあいいでしょう、これでハロウィンのカボチャに火灯せっていうことでしょう、多分。はい、カンテラ代わりに使いなさいっていうことですね。で、第2号が出てきましたね、これ。人造人間ですね、これ。絶対人造人間第2号が出てきたんで、これ倒していきましょう。上から、あ、そう、一撃でやられるほどの弱さっていう。はい、来ました。 OK です。で、これはですね、炎を吐くことができます。はい、来ました。で、炎を吐いたらですね、こうやってブロック壊すことができるんですよ。来ました。せっかい、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、うるさいんで、もうさ、あ、クッパいたんですね。ちょ、クッパ親子が、はい、やりました。あ、仲良く、あの、ちょっとお芋になっていきましたね。あの、土に帰っていったんで、はい、お芋掘りの時でまた掘り出してあげましょう、あの親子は。というわけで、ゴールしました。OK です。なかなか面白かったです、本当に。頂上見えぬで、頂上行って落とされました。はい、じゃあ続いてはこちらやっていきます。骨骨キャッスル、隠し要素ありということで、クリア率は 18.23% ですね。左下、これ完全に除霊されてますけど、
除霊されている怖いコースですかね、これは。はい、行きましょう。どんなんでしょうか。楽しみです。行きましょう。今度はマリオ3ですね、これは。ちょっとポジションは、ポジションっていうのがわかんないですけど。で、あ、これ下、ちょっとなんか、痩せ細ったおじいさんが監禁されてますね、これは完全に。ちょっと餓死してしまったおじいさんがいるんで、これ。絶対形的におじいさんっぽいんで、おじいさんでしょう。さて、上乗るんですか、この人。ちょっとどこ行くかわかんない予測不可能なおじいさんですね、これ。ちょっと認知症なんでしょうか、ちょっと。アルツハイマーっぽいカロンがいます、これ。カロンって言っちゃった。カロンって言っちゃいましたね。まあいいでしょう。とりあえず、もうカロンだろうが、じいさんだろうが、なんでもいいです。あの、本名カロンなんで、はい。おじいさんって言ってますけど、これ本名なんで、カロンは。さて、これ右ですかね。骨骨キャッスルなんで、この玉も多分骨でできてるんでしょう。はい。だから骨組だけだったらちょっとかっこ悪いっていうこともあって、あの、多分、なんかデコレーションしてるんだと思います。たまに。はい。あ、これ。あ、こんなことできるんですか。これカロンが、あの、なんか荷物背負ってますね、これ。ランドセルを頭で背負ってしまうという。はい、これランドセルですよね、形的に。ちょっと、これはすごいカロンがいますけど。で、下側は、ちょっとこれ栽培してますね、おじいさんの。はい、おじいさんのベランダだと思います、下側。さて、行きましょう。これ、もうカロンの背負っているランドセルから、こう、弾が出てくるという、はい、ちょっと武器にもなるランドセルですね、これ。すんごい怖いランドセルを背負ってるんで。あ、出てきました。あ、でかいおじいさんが串刺しにされても生きてますね。あ、ここ壁があるかと思いました、完全に。よし、戻ってきました。これ左壁じゃないんで、落ちてしまいます。で、これ踏んで倒せませんね。あ、これ踏んだらちょっと小銭探しますね、このカノン。はい。完全に地面探って、これ小銭探してます。周り上から踏んだら小銭探すんで。これは怖いですね。ちょっとどんだけがめついおじいさんなんでしょう。もう串刺しにされてもお金お金って。はい。これは、あ、出てきました。海ぶどうですね、これは。はい。で、これはまたファイヤーになれます。ここですね、サムネで映ってた、あの、陰陽師がなんか除霊してるそうなところ。はい。これビルが、背景、これビルでしょうか。ビルの屋上でのた打ち回っているカロンたちっていう。はい。どんだけでしょうね、これは。スパイダーマン目指してるんでしょうか。こんなビルで遊んでいるという。これ、OK です。カロン踏み台に行かせていただきました。で、これ踏んで大丈夫ですかね。ちょっと、死ぬの覚悟で踏みましょう。どうなる？あ、なんもなかったです。あの、被害受けたのはキラー放題ですね、これ。完全にコインが出てこなくなってしまいました。はい、お金不足になりそうです。でも、片道切符のドアですね、こうやって。あの、これ半分浮いてたら戻れないんで。さて、行きましょう。また小銭探しますね。おっと、ちょっとこれおじいさんがランドセル背負ってますね。ちょっと、どんだけ小学校なのに、なんかおじいさんという変な感じですけど。さて、これはカロンを乗り継いでいけばいいんでしょう。あ、踏まなくても上に乗れるんですね。OK です。やりました。さて、これで送ってもらいましょう。OK です。小学生に送ってもらう27歳って、どんなんでしょうね、ちょっと。はい。さて、OK です。中間ポイント取って、これキノコは取れるんですか、これ。まあいいでしょう。まあ、とりあえず食料だと思うんで、これは。で、ここ赤コイン集めるやつですね、これは。はい、鍵かかっているドアは赤コイン集めないといけません。なんか出てくるんかと思ったらお前かいっていう感じですね、これ。OK です、やりました。完全に、これ気持ちいいですね。上からバババってドミノ倒ししました。おじいさんでドミノ倒しなんかしたら、完全にこれは呪われ、OK です。やりました。結局最初の方の鍵のドアは何だったんでしょうか。あれ多分デフォルトですね。多分見本だったんだと思います。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。今回はですね、ちょっとそこそこの難易度でちょっとかなり遊びやすかったんで、ぜひこういうコース、もっと皆さん作ってください。お願いします。僕のツイッターの方に送ってください、ID は。というわけで、もしこの動画が面白いと思ったら、高評価もしくはチャンネル登録してってください。
さよならー。